ベンツベンツは、大分県大分市高崎山の高崎山、自然動物園の日本ザルで、B 群の第9代アルファオス、C 群の第9代アルファオス。1987年に最年少の推定9歳で、当時 AC 群の3つあった群れのうちの B 群のアルファオスとなった。しかし、1990年2月、C 群のメスザルを追い回して、自分の群れを離れ、 アルファオスの座を追われることになった。C 軍に移ったベンツは、再開から徐々に地位を向上して、2000年にはナンバー2となった。2001年から2002年にかけては、最大の群れであった A 軍との交想の中心となり、争いに敗れた A 軍は猿ヨセバに姿を見せなくなった。2011年2月には、在任期間が歴代最長であったゾロの後を継いで C 軍の 第9代アルファオスに就任した。異なる2つの軍でアルファオスになったのは、高崎山では初めてのことである。就任時の年齢は推定33歳で、これは人間に換算すると100歳以上に当たる。2013年9月14日から行方不明となっていたが、同年10月1日、そのから約6キロメートル東の大分市内の市街地で発見され、 保護された。高齢で長期間群れを離れていたため、アルファオスとして復帰できるか不安視されたが、10月5日にアルファオスとして受け入れられたことが確認された。ベンツの復帰が話題となったため、高崎山自然動物園の10月の入場者は、例年の約1.4倍に増加し、大分市の試算では、その宣伝効果は8億2000万円を上回ると、された。 一度は復帰したベンツであったが、2013年12月16日に目撃されたのを最後に、再び行方不明となった。同年12月23日以降、数度にわたり、捜索が行われたが発見されず、アルファオスが行方不明となってから1ヶ月が、経過すると死んだとみなすというソのの慣例に従い、2014年1月17日、死亡と認定したと発表された。 2月2日に C 軍第2位だったゾロメがアルファオスに認定され就任式が行われた。貫禄のある態度から高級車であるメルセデス・ベンツにちなんでベンツと名付けられた。名前がベンツであることから C 軍のアルファオスへの就任式の際にはメルセデス・ベンツを扱う大分柳瀬からミニカート、バナナが贈られた。また2011年11月3日には 夫海ベンツルフトハンザドイツ航空日本支社長が同名の吉見からベンツに会うために高崎さんを訪れている。この際にも大分柳瀬の協力でメルセデスベンツに乗って来園した。ありがとうございます。